大会お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、ハプニング、そうですね、もう連続で午前中からもうドキドキの連続でした。ほんとね、できるかどうか分かんないぐらいな感じで、ね、そうですね、スタッフ、レフリー陣が香川に入れるかっていうね、そうなんですね、ほんとに説明すると、朝早い時間の飛行機が高松空港で、こう霧がすごいこうあって視界不良で着陸できないということで、僕の便は8時45分に高松空港着く予定だったんですけど、上空で1時間旋回してね、旋回して再チャレンジしてやっぱダメでしたって言って伊丹空港行ったんですよ。で、伊丹空港から、バスと新幹線と電車使って14時05分に高松に着くと。3時開始なのに14時5分に着いて、で1時間で設営して30分遅れでスタートさせてもらったので、ね、ですね。ね、レフリーとカメラマンね。そうなんですよ。その後の便が悲劇的なことに羽田に帰っちゃう、ね。帰っちゃうっていう。とんでもないことになって、はい、そこからちょっとどうしようっても、現場もいろいろ、いろんな手尽くして、ね、誰と呼ぼうかなとか、いろいろ。そのあとに、まあ、岡田君を急遽広島から招聘しようかとか、当日オファー。当日オファーで。当日オファーっていうのもいろいろこう。段取りしたりとか、 なんかみんないろんな人に動いてもらって、うん、まあでも設営もしなきゃとか、いろいろやりながらずっとこう、でまあいろいろ逐一見ながら、ね、連絡入ってきて、はい、であこの便は大丈夫だったって言ったら、みんな着きましたってなって、 ある程度メンバーが来たからこれはできるって、そうっすね、であとまあじゃあちょっと足りないとこ、じゃあ道路を手回していこうか、じゃあ誰がちょっと入ろうとか、じゃあ俺もちょっと主催側だけど、チアマンとかタイムキーパーが湧いて、そっちを、ね、レフリーに回そうとか、なんかいっぱいいろいろやってて、でもうで最終的に今ね、鍋子が、まあ、開始してすぐぐらいに来れたので、ちょい遅れぐらいでみんな着いたんで、まあ、その30分遅れがあったのとかね、はい、そういうので、ちょっとこう、ちょうどよかったですね、うん、入れて、まあ、その後、滞りなく試合もできたんで、ね、まあ、いろんなことあったけど、本当、みんなのおかげで開催できたんでよかったな。そうなんですね。はい、では早速、はい、昨日の大会の振り返りということで、はい、オープニングファイトから。そうですね。たるみ敏郎選手と稲葉翔馬選手ですね。はい、まあ、これね、本当最初に言ったら、はい、まあ、ボクサー対、ね、柔道家の対決なんですけど、はい、まあなんせその、まあ、うちの、ね、選手たるみ選手ボクサーなのに手を出さないと。殴れって思って、もうそのセコンドもちょっとバタバタして始まったんでつけなかったんで、はい、まあ、ホーム席から見てて、もうずっとローキックかけてるだけなんで、もっと殴れよと思っていったところ、やっぱりね、稲葉選手は距離詰めて、ね、捕まえられて首投げも出られて、結構綺麗な投げ決まってましたね。そうですね、まあ、そこからまあ、ね、V クロスずっと狙われるみたいな状態が、まあ、1ラウンド2ラウンド通してあったんで、はい、これ払いとしてね、そうですね、これも得意だったんで、相手がもう映像を見て、だからこれを変に腰引くとやられるよって言ってたけど、まあ、やられたっていうのは、まあ、ある程度ちょっと強かったなと。最後ちょっとこう今朝抜けて殴ってっていうのありましたけど、そうそう、うん、だからもうあそこはちょっとダメージの印象を取りに行くしかなかったんで、はい、しっかりまあ、サウンドって、もうちょっと組まれてるとできなくないんですけど、ちょっとビビりすぎてこう腰引きすぎちゃってるから、もうちょっとねしっかりこう堂々と組んでもやればよかったなと思うけど、まあ結果なんでね、まあ、稲葉選手はこれでトライアウトですから、プロ昇格の可能性もあるか。でもトライアウトは勝っても負けてもどっちにも可能性があるので、だからまあそれはちょっと今後ね、協会の判断というか、そちらの方になるんですけど、まあまあ、本当、もちろんね、もうちょっと持ち味を見せれたらなと思うけど、ちょっと残念な戦い方になってしまいました、ね。組の展開が多かったですね。で、ジャブとかもね、結構当たって、すごい嫌がってた感じが見えたので、もうちょっとしっかりパンチ当てていけばよかったの、まあね、まあ、今後の課題です。はい。はい、ありがとうございます。では続いて第1試合ですね、はい、
森高文選手 VS 中島陸選手ですね。いやこれめちゃめちゃ良かったっすね。これね僕はちょっと本戦始まって最初はあんまり見たと見れてなくて、はい、でもちょこちょこ見てたら中島選手がなんか上取ってボコボコに殴ってたところがすごい見えたんで、でもやっぱこうちょっと去年のアマ州の選手権とかを見てたところからすごく進化してたんで、うん、でまあまだね16歳とかなんで、もうこれから可能性しかないような感じなんで、どんどん、まあ、やっぱりキッズからね、ずっとこうジュニアでやってきてて、ああその時にいろいろ、本当、すごい寝技とかもアグレッシブに選手権とか取りに行ったりとか、それがちょっとあだになって、下になってやっぱ抑えられて負けるような感じとか、ああそういうのがあったんで、はい、その辺をもうちょっとフィジカルとかつけば、多分プロでもどんどん一歩受けようとかできるような選手になるんじゃないかなとは。思いますね。めっちゃ手足長いですよね。そうですね。やっぱね、どんどんでかくなっていってるんですよ、やっぱりこう。ああ。やっぱ前、あれもうちょっとちっちゃかったなと思う。すげえなんか大きくなってきてて。なんか、あの、解説でも言ってましたけど、手足が長くて、うん、あの、バックか、バック取ってた時に、おたつロックみたいに、反対の膝裏まで足入れてきて、ね、これは逃げらんないですね、みたいな。こう打撃がすごい良くなってたのか、勢いで壁まで行ったのがすごい良かったですよね、うん、森くんも空手かな、うん、物おじしないのがいいかもしれないですね。本当ね、すごい期待できます、うん、マイクもすごい可愛かったんで、ね、やっぱなかなかです。人前で喋るのも前からちょっとここね、でもう試合終わってデビューして終わって興奮してるのもあるし、うん、息切れてるのもあってなんかなかなか喋れなかったから。でもホースのいいところって、全試合マイク持たせてくれるじゃないですか。まあまあ勝ち方とかね、よって、それはもうあの北村さんに全部お任せしているんで。あ、そうなんですね。基本的にはまあ。あ、そうなんですか。だから、まあ普通に判定でなんか、ダラダラと終わったのとかはもう、そのまま流す。やっぱ KO とかたら、まあ一応僕ホームセキュリティがマイクいいですかって聞いてくれるんで、どうぞどうぞいいですよって言って、まあ、そういう基準があるんですね。はい、ある程度は。だからまあそのまあ判定でもこうねすごいこういい感じの勝負で判定とかになった場合とかはなんかこうね使用試合みたいな感じになるとなんかまあマイクも喋るまででもないなみたいな、今日はじゃあもういいですよみたいな感じでパッと次に行くわけです。あ、そうですね。それもまあ今後見てもらうときにそういう一つの基準というかね、そういうのもあるかも。でもね、昨日結構全体的に KO とか一本多かったので多かったですね。それでまあマイクでまあ、どんどん、まあ、そこのマイクで、まあ、そういう言い勝ち方とかすれば、うん、まあね、いろんな他のプロモーターの方とかにもアピールできる場もありますし、うん、はい、そういうのもちょっといろいろ、まあね、SNS だけでもなくそのやっぱ試合後のリアルな感想だったりとか、うん、そういうのとか皆さんにお届けできればなと思って、ちょっとそういう、まあ、今回ちょっと試合数が、ね、少なかったんで、もうちょっと多いとどうしても試合の、ね、スケジュール的に難しかったりする場合もあるんで、今回ちょっと試合数少なかったんで皆さんに喋っていただいたいです、はい、どうですか、選手代表挨拶とか、はい、勝利者インタビューとか、はい、それを切って、はい、YouTube に上げるってのはどうですか。あ、いいと思いますよ。そういうなんかなかなかね、そういうだけ DVD がある手前なんかこう試合はなかなかアップできないと思うんですけど、はい、そういう試合以外のところをアップすると選手も嬉しいし、うん、ファンも嬉しいですね。またちょっと考えて、はい、第2試合、第2試合ですね、はい、魚山晃平選手 VS 宮口隆法選手、まあ、これも、まあね、魚山君がまあ柔道出身、宮口君もストッパリバリストライカーなので、これもね、最初のね、動画で言ったら、宮口君の前蹴りというかね、あれで言った通りになりましたね。枝塾長を、ね、KO した時、はい、もうグラディエーターさんと会場で見てて、すげえなこの子で、ちょうど Z ジムの秋さんと一緒に見に行ってて、で、まあ、名前だけだったらやっぱ塾長の方が全然上なんで、そうですよね。まあ、でも塾長また、ね、寝技時刻引きずり込んで勝つのかなと思ったら、もうスタンドでバンバン行って、すげえなこの子と思ったら、本当前蹴りでドーンって入ったら、もう塾長が前のめりに倒れて、で本当それと同じような感じでプレッシャーかけてケージ際まで行って、うん、そこでドーンって一発目やって、ちょっ
と前打つ、あの今度新庄にもエントリーしてるんで、自分の今回ちょっとキャッチウェイトだったんですけど、バンタムで新庄エントリーしてるんで、ちょっと新人王もすごい期待の一人なんで、なんか戦い方がオールラウンダーめぐるに出てくる、あのめぐるのライバルいるじゃないですか。あんな感じでなんか MMA に空手をアジャストして使ってるみたいな。膝も良かったんですよね。スイッチしてルミナさんめっちゃ褒めてて、おやうまいみたいな。まああの喧嘩四つで入りやすかったっていうのもあると思うんですけど、まあでも空手の子ってこうね、スイッチとかあんまり右左関係なく構えれたりとかするんで、そのあたりはすごいちょっとストライカーとして。バンバン KO を振るから量産してほしいなと思いますね。まだこれ2試合目の感想ですけど、ね、僕ベストバウトこの試合かもしれないです。2試合目かもしれないです。その、まあ、宮口選手の強さ驚いたのももちろんあるんですけど、スイングした試合といえば別のもあるんですけど、そうですね、ベスト KO 賞なかなかね、その前蹴りであんな KO とかって、ね、ないからすごいなと思います。でもなんか上山選手も、こうグランド展開にならなかったですけど、なんか強いんだろうなっていう片鱗はこうパンチ避けたりしつこいタックルいったりとかっていうのが見えるだから、やっぱちょっと宮口が他のプロモーションとかでもやってたりするんで、やっぱその辺もちょっとやっぱデビューの時のちょっとアドバンテージがあるんで、まあ確かにそうです。もうちょっと経験すれば上山選手も、また今後面白いね、ちょっと組の展開を見てみたいですよね、上山選手は。すごい体もできてるし、この試合だけでも63キロ契約だったんですよね。こうキャッチだから、まあ、上山選手は、まあ、65.8 で試合をしたので、宮崎は 61.2 なんで、ちょっと、まあ、間というか、間のみたいな感じですね。でも上山君も、まあ、体、フォームからしたら、まあね、バンタムでもなんかできそうな感じの、絞れば、そうですね、まあ、ちょっと、ね、まあ、ちょっと背の大きさも、ね、宮口君の方が大きかったんで。今後、まあ、どの階級でやるのかも含めて、そうですね、また今年以降楽しみかなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。続いて第3試合ですね、里見拓磨選手 VS シューティングガイコス選手、はいはい、ですね。いや、あの選手代表挨拶を、はい、急遽ですね、シューティングガイコスさんがやってくれて、はいはい、あの僕がついて、あ、やばい、もう設置しなきゃって言って言うときに、あ、代表者頼みやすいとかもうなんか14時、もう20分ぐらいの話ですよね。でしかも僕、声かけに行ったときにめっちゃアップしてて、やばいってなったときに、ちょっといいねって言って、ちょっと挨拶してって言ったら、お、送りましたみたいな感じで、その話を松里君にしたら、なんかいろいろこう今まで思ってることがあって、それをなんか言いたいってなんかずっと松根君も言われてたらしいけど、沖縄ではなんかちょっと危険だからちょっとやらさずに置いてたらしくて、で大丈夫ですかね、高松で出していくと、あいつ変なこと言わないですかねとか、いや、まあ、大丈夫じゃないんですかねとかって話をちょっとしてて、まあ、なんかすごい哲学的な話みたいな感じで、まあ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 いいか、まあ、いろんなキャラがいるからね、それはそれで、まあ、でも堂々としてて、すごい急に言われたと思えない、ね、はい、代表挨拶でした。ずっと自分のところに持ってたものをようやく出せたから、そういうことですよね。まあ、でもまあ試合はね、もう本当拓磨が圧倒的な打撃で、ね、見どころで言ってた、そうですね、流れになりました。でもまあね、まあ拓磨は、まあ、見どころで言うと、まあ、バック取るも結構早くて上手なんで、はい、バックショップも1本あるかなって、まあね、そのポジションにもなって、はい、まあ、あそこだからもうあえてあんまり、ね、深追いさせなかったって、まあ、秋さんが言ってましたけど、はい、まあ、あそこで、まあ、仕留めることも、まあ、多分できたと思うと、まあ、あんまり深追いせず最終的にはまあ、ね、バウンドアウトというかリフリーストップになったんで、僕あのバック取ったところ見直したんですけど、うん、秋さんがあの行けるんだったら行ってもいいけど深追いするなよって確かに言ってました。寝技にあんまやっぱ行くとね、万が一ありますか、自力がやっぱりあるんで、はい、どっかでこう下になっちゃってとかっていうのがあるから、まあそこは、まあ、なるべく、まあ、まだ自分の得意なフィールドで戦った方がいいよ、で結局ねスタンドで
最後決着はあのタックルに膝を合わせての、だから右膝で迎撃するか、はい、いくかなと思って、はいを全然出さなかったから、どっかこう布石があってやろうかな、まあ、結構もうずっと下ばっかり最後来てたんで、そうそう、まあ、上蹴るタイミングが最後なかったんですけど、うん、1ラウンドの時とか見てたら、はい、ね、狙ってんのかなと思ってたら、うん、で骨に後で聞いたら、今回ははいはちょっと やめときましたと思って、膝でやっぱ行こうと思ってた。ああ、そうですね、うん。って言ってたんで、あ、まあ、どっちかなと思ってたんだよねと。まあまあ、やっぱこうスピーディーですごいやっぱ面白い試合をするんで、ね、またこうちょっとね、またこう関東の選手とかとも後楽園とかで見たいなとかっていうのう、ね、なんで思わす選手なので、ま、ね、どんどん、まあね、地方で、まあね、香川で頑張ってやってくれて、ね、関東進出とかどんどんここから続々と出てくれば面白いですし、はい。骸骨さん相当低いタックルだったんですけど、そうです、ね、めちゃめちゃ低い膝で合わせましたね。ルミナさんがすごいって言ってました。まあね、まあ、シューティング骸骨選手もね、次戦どうなるのか。いや、なんか身体について考えましたかってツイートしてましたけど、でもまあ、やることないからやるらしいですけど、前向きでいいですね。で、またね、ごめん。どうせやめだってやることないんだから、やりなよ。次戦も楽しみます、はいはいはい、はい、第4試合、矢野武蔵選手 VS 波平コング選手、はい、この試合も波平選手は意地見せた感じありますね。そうですね、ちょっとなんかこう出だしの感じだと、もしかしたらこのまま早い段階で矢野くんが一本か KO かで勝つのかなとかっていう感じでバッとこういったんですけど、まあ、そこをちょっとしのいでしのいで、で2ラウンドはね、まあ、開始早々こう、はい、スイングで打ち合いを長いし出して、そうですね、まあね、前線だと、ね、大家ライトイヤ選手をダウンさせたりしてたんで、はい、波平君の一発もあるかなと思っていい感じですが、やっぱその後そこの中にうまく組みを合わせていった矢野選手が、まあ、惜しく形状を仕込んでいったりとかコントロールしだして、まあ、トータルで勝っていったんですけど、まあ、ちょっと矢野君が攻め疲れしたような感じで2ラウンドちょっと失速しちゃったんで、そうですね、そこだからもう少し、ね、1ラウンドぐらいの感じで2ラウンドも受けていけば、もっと自分でも前から言ってましたね、うん、ちょっと疲れちゃいましたみたいな上位陣ともね、そうですね、楽しみなんですけど、まあ、ちょっとその辺がまた今後の課題というかね、まあ、でも矢野選手もすごくいい動きする選手なんで、なんか まあまだね、まだ19歳、19歳、はい、まだまだ若いんで、若い、ちょっとこれからいっぱい経験してもらって、うん、まあ、上位陣とかと、まあ、今年なんか結構いっぱい試合したいみたいなことをジムの代表からお話いただいているので、はい、で、まあ、今年3戦4戦とか、まあ、怪我なければね、どんどん試合してもらって、うん、応援すごくないですか、いや、すごいです。めっちゃ、声援がすごいな。やっぱりお客さん連れてきてくれるので。やっぱ、バンダムの方が適正な感じしますね。やっぱもう、この階級にした方が動きが全然いいんで、しっかり、この階級で戦っていけるよりも。力負けも全然してなかったですし、何回か打ち合いになるところがあって、そこすごい盛り上がりましたね。波平コング選手は初勝利を目指してるって感じなんですね。そう、意外となんか何回か勝ってそうなイメージありますけど、初勝利を目指してですね、なんかやっぱちょっとあともう少しどっかでか、ね、殻破ってくれたらなと、はい、この前の大棋戦の時に人、はい、殻破ってちょっとこう成長できるきっかけなのかなと思ったんですけど、はい、まあ、なんかちょっとまだちょっとそこまで行ききれなかったんで、今回はまた次戦に行きたいかなと。そうですね、矢野選手がうまかったですけど ね、結構尻餅つかされる場面が多かったなという感じはしました。香川には波平コングファンが結構いるんで、結構いるんで、はい、声援も飛んでたんで、なんかコングって、そうですね引き続きホースで、そうですね、また来ていただきたいと思います、はい、選手ですね、はい、ありがとうございます、はい。
続いて第5試合ですね。石原慎之助選手 VS 谷中大志選手。ここからあんまり僕ね見れてなくて。あ、本当ですか。はい、もうあの裏に引っ込んで、あ、そういうことの準備してたんで。そうですね。でもなんかこう声が聞こえるためになんか開けると石原選手がピンチの場面ばっかりだって で, で裏入ったら勝者石原慎之助でと思って、そうなんですよね。でそのなんか良かったところちょっと見れてなかったんで、パッと開けたらなんか洗濯バサミで抑えられてて、そうなんかのとことかなんかだって、あ、やばいやばい負けちゃうとかと思ってたら裏入ったら勝てたんで、結構この試合はあのスイングしたって言い方が正しいかもしれないですけど、上がこう上下がかなり入れ替わった試合でもあって、まあそれもお互いね動くから多分そういう風にこう、はい、ただ固めてるだけだったらなかなかですけど、このヒールホールドとかこれで上になったって感じでしたね。これで上になる、はい。こういうのもすごい良かった。けどまあね、まあ石原選手もまあ小さいとかずっとやったからもちろんテクニカルだし。はい、で最近結構もうここ1年とかやっぱしっかり練習もできてるんで、前はちょっとこう練習の頻度が他の選手よりちょっと少なかったけど、今結構練習もしっかりできてるんで、その本当それやっぱちゃんと練習したしからギュッとさらに伸びたような感じで、前はすごくちょっとこういう波があるようなイメージだったけど、今もどの大会で誰とやらしてもすごくいい試合するし、そうですね、やっぱこう止まらないんですごく、まあ、Z チームの選手もみんななんですけど、みんなやっぱこう、ね、子供からずっとやってたりするんで、すごいこう、うん、動いて動いてとにかくもう取りに行くような姿勢だったりを形容しに行くみたいなのがすごく多いんで、これもすごく良かったですし、谷中選手もね、すごくいい選手なんで、まあ、そのお互いがやっぱしっかり動くことによってこう、ね、上下入れ替わったりとか、それこうでやっぱ皆さん見ている人も飽きずにこう判定だったんですけど、まあ、そういうので、いい感じでなんかこう、ね、判定までもつれたけど、別にそんな見てて、ね、つまんないような感じでもなかったと思う。めちゃめちゃ面白い。そうだから僕なんか声が上がるために開けるとなんか、うん、あれみたいな。まあまたね、谷中選手もまたぜひ、まあね、ストローが適正体重みたいなんで、はい、ストローね、また、ね、里見選手とかの対とか、はい、ね、対戦とかもいろいろあるですし、まあ、今後すごい期待できるなと思いますね。また関西圏の選手なんで、まあね、大阪大会だったりとか。まあ他のプロモーションさんもいろいろ来てるんで、いろんなところで見てみたいなと思いますね。だから石原選手 の, その見どころの時に、今回のこう殻破ってくるんじゃないかみたいな話してたじゃないですか、うんうん、もうまさになんかその殻破った感が僕見ててあって、なんかこれからもっと上こう食い込んでくることになれるんだなと思って、ね、うん、だから本当あのまあね、たくまとしんちゃんと2人は、うん、まあシュートがねストロー級でタイトルマッチまで行ったんで、その後ずっと追っかけて、まあ、まだねランキング入ってないですけど、まあ、今年来年あたりには全然名前が載ってたりとかしてもおかしくないんで、まあ、そのチャンスをまたね、その辺のランカーの人たちとちょっとこうマッチメイクできたりとかしていけば全然あの勝てる力はあると思うんで、でそこからこう、ね、タイトルマッチまでまた、もう今はね、まあ、新井選手が1位チャンピオンでいらっしゃったので、そこまでまたシュートの敵を取りに行くのか、また違うチャンピオンになってるのか分からないですけど、その時には、ちょっと石原選手もちょっとまたね、関東とかでも、そうですね、見れるかもしれないですね、はい、見れるチャンスがあれば、皆さん見に行ってあげてください。引き分け挟みましたけど、3連勝っていうか、そうですね、はい、本当、全然弱くないんで。あの谷中大志選手、あのその吉田道場の所属で、はい、その吉田レフリーが今回でレフリーを卒業ということで、はいはい、話添えたかったんですけど、そうですね、まあ、言ってました。そういうのもあって、まあまあ、オファーもさせていただいて、あ、そうなんですね、まあ、吉田さんがもう最後だっていうのはもう、まあ、僕らは聞かせて、うん、聞いてたん で, で、まあ、最後だし、まあ、吉田さんとも。ね、生徒さんで、うん、まあ、デビューされてるんで、前回もちょっとオファーさせていただいたのが、ちょっと怪我されてて出れなくて、うん、でじゃあ怪我治ったらまたお願いしますみたいな感じだって、じゃあ今回もオファーさせていただいて、まあね、
なんかその X の、はい、あのポストがすごい印象的でした。でまあ、はい、大会を終わってまあまあ大変なそうなんですけど、はい、選手の人がまあ僕にね LINE とかで、はい、今回使っていただきありがとうございますとかっていう連絡をくれるんですよ。まあ、はい、今日足りなくてくれて、はい、それ別に使ってくれてありがとうでもこっちが出てくれてありがとうって思うぐらいなのかって、はい、まあね、言ってくれたりする選手もいるんで、はい、だからまあ すごいなと思う。そういうのもきちんと、まあ、教育されてるというか、まあ、人としてね、やっぱこう、ね、はい、きちんとしてる子なんだなっていうのは、そう今日もね、午前中に LINE いただいたりとかして、まあ、ちょっとね、何段かやり取りさせていただいたりとかして、まあ、またね、タイミングが合えば全然出ていただきたいので、ね、よろしくお願いします。今日も C 社屋さんで働いてて、はい、ね、元警察官なんで、はい、あ、言ってましたね、はい、はい、ありがとうございます。はい、ではもうセミですね。もうこれ全く見れてないです僕。あ、やばいですか。でも完全に後ろでも、あ、確かにもうそうですもんね、後ろにいるっすもんね。後ろでちょっとやって、はい、これもだからちょこちょここう見たら、まあなんかこう、もう僕が見た時はだから堀川君がね、上からパウンド落としてるような状態だって、1ラウンドも、あ、終わっちゃうかなと思ったけど、ね、慎太君が逃げて、で、あ、第2ラウンドだったみたいな感じ。もう、けど、出だしのカーンってなって、最初に第1ラウンドは見てて、最初動き出しはすごく慎太君選手もいい感じで、はい、なんか、やってたんだろう。結構やっぱ、まあ、もちろん松根君とかもね、生徒さんなんで、やっぱしっかり基本とかしてんなと思いながら見て、ちょっと裏入っちゃったんで。確かにこの1ラウンドの最後のラッシュで結構止めてもおかしくないぐらいもらってはいましたね。このやっぱ弾道もで、ちょっと距離を置いてやってたりとかするとなかなか止めるのも難しかったりとか、まとめてくれないと、やっぱ動いてるとちょっと止めにくいんで、レジャーそうなんですよね。よっぽどこう上から殴ってね、意識飛んだとかっていうのがレフリーから見て分かればあれですけど、してもちょっと動いてたりするとなかなか止めづらいんで、だからこの辺りでよく、まあ、レフリーのストップ早い遅い問題みたいな結構ね、SNS 言われますけど、結構難しいですよね。でも結構みんなね、結果論で後で言うだけなんで、そのリアルタイムで一番近くで見てるレフリーっていうのはよく分かってるはずなので、それ止めてほしかったのとね、セコンドがあのバトン投げればいいだけの話なので、な結果、バックチョーク、はい、一本勝ちで堀川君勝ちですね。堀川君もなんか、ね、ここ最近あの精力的にうちに出稽古に来てくれてて、あ、見たいですね。で土曜日とか、うん、まあ、あのね、高岡ともう2人だけでもなんかよく練習して、うん、あの最近はまあアマチュアの選手とか連れてきてくれたり、うん、まあ、うちもだからアマチュアの子やって、うん、階級も一緒だし、いい練習相手かもしれないですね。でずっとこうね、練習してお互い、まあ、来て 2、3 時間わーってやって、なんか技術練習してみたいな、まあ、やってるんで、結構試合直前まで練習来てくれてたんで、前の週ぐらいまで来てたのかな。この、 あのパンフレットのここの2つなみたいなのは、これは豊島さんが考えたんですか？これは、山本さんが。ああ、そうなんですね。すごいいいなと思って、うん、完成に近づいた柔術×MMA の堀川、生粋のオールラウンダー新座と。いいですね、なんかこういうの。こういうのがこう定着するじゃないですか。そうですね、キャッチフレーズ。はい、キャッチフレーズ。いいですね。まあ、堀川君もね、もう一つ上、だから、まあ、本人も最後前ですけど、やっぱまあ、ね、やっぱどんどん、まあ、今年インフィニティがフライ級なんで、うん、まあ、フライ級も多分いろいろこうランキングとかも変わっていくと思うので、うん、まあ、その中にしっかりこう堀川君もね入ってくれるぐらいの実力はあると思うので、ただあんまりなかなかこう、ね、大阪ぐらいまででしか試合してないんで、うん、またちょっと関東の選手人とかにもこう生で見てもらいたいな、後楽園とかで見れたら嬉しいですね。そうですね、なんかこうもうちょっと、まあ、本人はちょっと MMA しっかりやっていきたいっていうことなんで、チャンスあればまた全然関東のでも試合が組める。そうですね、28歳。そうですね、だから本当高岡と同い年ぐらいなんで、はい、一緒にこうね、一緒に練習して頑張ってもらえる。新里選手も良かったですね。良かったです、良かった。
だからまたやっぱりそのプロでのね、あるいは戦歴はそんなにないんで、はい、まあ、これからしっかり力つけていけば、うん、基本的なことはやっぱりベースはしっかりしてると思うんで、何かねストロングな部分を見つけてそこで戦ってもらえればいいかなと思いますね、うん、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ではメインですね、はい、高岡宏樹選手 VS 恐れ山睦太郎選手、はい、ね、はい、これはズバリもう試合終わったんで聞きますけど、はいはい、どういう作戦で立つか。いや、まあどういう作戦とか、とにかくもう、もう実態がよくわからないと恐れ山選手3年ぶりです、ね、そうで、まあ、僕はもう昔からその本名でやってたアマチュアの志賀龍太郎時代から、はい、アマチュアとかでね、関東とかでは見てたんで、もうちょっと存在も知ってるし、選手としても知ってるから、でやっぱさ出てる映像とか見て、やっぱストレートとか思いっきり振ってくるんで、それだけ気をつけようと。であと、まあ、喧嘩打つなんで、前足の、ね、片下タックルを絶対こう打撃から来るから、そこだけしっかり切っていこうねっていう。であとはもう打撃、こっちの作戦はもういつも通りなんで、もうとにかくしっかり殴って、まあ、踏んで倒すっていうのは、もう今までやってきたスタイルは基本的には変わらずに、でただ中途半端なことだけはやめようね、うん、でまあ比較的こうサウスポーの選手とやらせてもらったりとかすることがあって、まあ、内藤選手とか早野とかだった時もやっぱ結構高岡の右ストレートがサウスポーの人に当たるんで、うん、でまあ、しっかりじゃあこっちもストレートしか気にしながら右しか当てようね。でまあね、前1ラウンドはちょっとこうスクランブルみたいな状態、グラウンドでガチャガチャってなって、ね、上取られたりする場面もあったりしたんで、まあ、でもそこをちょっとしっかり最後までコントロールしきれたのが良かったかなと。でももう少しこう、ね、打撃も散らしたりできればよかったけど、どうしてもこう顔に集中したりするんで。確かに右結構入ってますね。右は結構当たるんで、うん、それはしっかり当てていくわ。まあそのまあ、右当てるだけだともったいないので、まあ、できれば、ね、左の返しまでとか、うん、そういうのをいろいろ練習はしてるんですけど、まあ、最後は、ね、パンチ効いたとちょっと、ね、畳みかけて、そうですね、うん、まあ、初めての多分 KO 勝ちなんで。あ、そうですか。 KO ほぼほぼダウンとか取ったことがあんまりなくて、トータルで結構やってきてから、もう内藤信孝戦とか、あとは、北川選手って、まあ、ヘナーディングネームの、ね、名前になったコブラ界のボーダーでやった時、まあ、ダウン取ったぐらいなんですよ。だからなかなかこうダウンできるようなパンチがないから、そこはちょっと武器がないんで、まあ、しっかりで、こう去年にちょっと吉高さんと、ああおっしゃってましたね、はい、お会いする機会があって、で今年からちょっと行けるときは、まあ、堀川君来てくれるときはここで練習してるんで、まあ、それで来てこないときは吉高のところに大阪に練習に行って、チーム吉高で打撃の練習させていただいたりとかするようになったんで、まあ、ちょっとその成果も出たのかなっていうのは。そうですね、もうまさにストレート当てて勝ってますからね。まあね、まあ、よく吉高さんのそのなんか打撃理論みたいなとかも、うん、なんかやっぱすごいこう、まあ、普通に習うとことちょっと違う感じなんで、やっぱなかなか普通にやってると分かりづらかったりはするけど、ね、実践を踏まえていろいろご自身で考えられたものなので、やっぱそのあたりを聞いてたらすごいなと思って、ちょっと練習行かせてもらってるんで、この前も週末金土となんかもう大阪泊まり込んで練習行ったりとかしてたんで、またちょっとそれで、まあ、この前やっぱその、ね、カマーク選手とやって圧倒的につけられて終わっちゃったんで、やっぱ何か自分でも改良しないとなとか、これじゃ無理だなっていうのが分かったと思うんで、またさらに、まあ、なかなかねこう田舎だと相手もいなかったりとか練習相手も、うん、なんで、まあ、その辺で、まあ、週1回はだから Z ジムさん練習行って、 Z ジムの経力と練習して、で週末は、まあ、堀川君とかこっちの子とか来てもらって練習したりとか、まあ、吉高さんとこ行ったりとか
まあ、うちのジムだけでもなくて、まあ、いろんなところでやって、もう一つ上をね、しっかり、まあ、今もう、まあ、ランキング10位だったんで、もう下がっていっちゃう、外れちゃう、マイクでも言ってましたね。だからそれもずっと言ってたんで、もう本当、落ちたらもう何もなくなっちゃうんだぞって。勝てば下が、あ、とりあえず上がるから、何個上がるか分かんないけど、絶対1個上がるから、だから落ちることはないから、もう負けたら落ちて、お前のところにもそれぞれの竜太郎入る、モーツァルトが入るんだから、ね、それをもうちゃんとやりなさい。だからまあ、ランキング入ってから、ちょっとこう、あまりよろしくない結果になってたんで、大阪で和田選手と、まあ、ドローだったり、そのカマーク選手とか、まあ、勝ててなかったんで、やっぱこうね、まあ、前回の時も話した。まあ、追う側から追われる立場とかね、まだそのまあランキング下位ですけど、まあ、ランキング、ランカーだっていうので、入ってない選手からはそこをね、取りに来るんで、その辺のちょっとこう、今までの気持ちの違いみたいな、もしかしたらあったのかもわかんないし、でもやっぱその崖っぷちになったんで、もうこれ以上はないんで、まあね、これ奮起しないと、上位陣、これから戦っていけないし、まあ、インフィニティの選手たちもみんな強い選手ばっかりで、もちろんランキング入ってない人とかもいるから、その辺が出てきて、ね、上入ってきたら、自然的にこう落ちていっちゃうんで、しっかりここで練習して、でまあ、今度1位、ね、あの石井隼人と関口くんの試合も、ね、決まって発表されてましたね。でもともと石井とは同級生なんで、こうやっぱそういうのは。あ、じゃあ練習もしてたんですか？ね、その時はだからまあ石井はだから高校最後の時にちょろっと来たぐらいだから、かぶってるかかぶってないかぐらいじゃないですかね。ああ、そうなんですか。まあ、高岡はちょっともう途中でやめて、はい、あの他のことしてたんで、でも同い年で、まあ、一瞬学校が一緒だったで、石井はだから柔道をね、3年間やって、はい、その後広島のもの大学に柔道で、はい、で、そこでまあ、ファーストで、本格的に格闘技を、まあ、ここからだから本当、まあ、基本ぐらい部活終わってきて、まあ、ちょっと格闘技を、まあ、少しまあやるみたいな感じだったんで、その時だから別に高校とかもそんなガンガン選手になろうとかって言ってきてたわけではないんで、だからまあなんとなくこうやっててみんなでじゃあマッシュ出ようかみたいなの出て言ったけど、まあ、全然勝てずにみたいな感じで、あんまり最初の頃の印象がそんなにないというか、だからそのなんかこうプロになりますって来る子ってね、あるあるですけど、みんな感じてないですか。だからそんな感じではなかったね、最初。で、こうなんとなくやってて、やっぱ、でまあ、周りの子たちは、まあ、ちっちゃい時空手やってたけど、で、その、他の同級生とか、やっぱ柔道やってたとか、だから多少のね、組み技のバックボーンがあるんで、アマシュとかでもそれ結構強いじゃないですか、組み技のバックボーン。やっぱそこで他の子勝つけど自分負けるみたいな感じだって、やっぱちょっとそこで劣等感的なのがあったと思うんで、そこでまあ、みんながよそのジム行ったりとか、ね、進学が何やとかで自分だけ残ってずっとこう地道にやってきて、でまあ本当とにかくね、練習がもう毎日来るし、よっぽどじゃないと休むこと、まあ、今日もね、試合翌日ですけど、まあ、今日ももう月曜日から練習するんですごいですね、頑丈。基本的には、まあ、そんなね、普段のガンガンはやらないですけども、とにかく練習来て、まあ、みんなアマチュアの子とかのと、まあ、軽くこう、ね、練習したりとかっていうのもほぼほぼ毎回なんで、別に恋とはね、強制はしてない、自分で来て、うん、自分で練習して、すごくな、あんまりその、ね、1週間休もうとかっていうのもあんまりない、よっぽど怪我したとかね、顔面腫れてるとかでなければ、もう昨日とかそんなダメージないんで、しっかり今日からまた次の試合ね、いつになるか分かんない、まあ、うちは一応今度9月予定してるんですけど、はい、まあ、その間、まあ、どっかの、プロモーションさんなのか、まあ、シュートさんなのか分かんないですけど、オファーいただければまたちょっとそれをね考えて、はい、ちょっともうちょっとランキング上に上がっていきたいな、ね、今年は、はい、できればね、石井選手もしタイトル取れば高岡選手とっていうのもできなくはない、元同級生対決で もっと、ね、強くなって、そうですね、そう、そうね、まあ、そういうのをこうできればいいなとか、まあ、石井選手はね相当強いですけど、うん、まだまだもう全然今の段階では勝てるとは思わないし、うん、相手にならないんで、まあまあ、僕は今思う中ではシュートのフライ級が石井選手一番じゃないかなとは僕の、ね、個人的な感想としては思っているんで、うん、まあ楽しみですけどね、またちょっと、ね、関口選手もね、ストライカーで強いんで、はい、一発なんですね。
まあ、高岡君のね、まあ、今後もちゃんと、まあ、フライ級がね、まあ、うち、まあ、フライ軽量級が結構多いんで、フライ、ストロー、確かに、はい、そうですね。だからその辺の軽量級をちょっとまた四国から盛り上げていきたいなと思うので、ぜひ、楽しみにしておいてもらえればと思いますね。はい、でまあね、今回の全体的なのも、やっぱ KO1 本多くて、多かったですね。いろんなトラブルがありながら、いや、いい感じで。いや、僕、その、まあ、配信っていろいろこうトラブルもちろんあるんですけど、うん、その配信自体を飛ばしちゃって、返金騒動みたいな、一回もないんですよ、一応。今回はもう物理的にその場に入れないからなと思って、ちょっと本当に諦めかけたんですけど、伊丹空港に降ろしますって言われたので、もうなんとか間に合うと思って。でもね、どうも午前中は行きた心地がしなかった。やばかったです、ね。いや、それで、前日も、まあ、僕、後楽園でやってたんで、あんまりこう、LINE することなかったですけど、豊島さんが、計量全員クリアしましたって送ってくれたじゃないですか。で、明日よろしくお願いします。何事もなければ朝着くと思うって言ってたら何事もありました、ね。やっぱり。ありまくったから、ね。ありまくりましたね。大変です。本当にギリギリ の, 配信ができたので。まあね、まあ、お客さんもそうですし、はい、まあ見てね、配信見ていただいた方とか、まあ選手も、やっぱその、ね、一応3時から始まるっていうのはみんな合わせてこうやってたのがね、まあなかなかちょっとそうそう30分ずらしちゃってずれちゃって、まあ、いろいろご迷惑をおかけしたりとかして、はい、まあ、選手もね、まあ、やっぱそれに合わせてコミッションとか時間考えて ね, ねやってたりとかしたのもあって選手にもちょっと迷惑をかけちゃったりとかしたんですけど、まあそれをね本当もうみんな不足するぐらいみんなで盛り上げてくれて、ね、試合もすごく良かったんで、なんかこうね、まあ それ、まあ、そういうのがあったからって変ですけど、まあそのでまあ、みんなね、ぎゅっとこう一体感が出て、はい、いい大会になったんじゃないかなと思うので、そうですね、はい、そういうことがあっても、乗り越える力がある大会、ね、はい、そうです、ね、はい、そして今回の恒例 の, アンケート、あ、そう、アンケート、またあの後で、はい、X のにアップするんで、はい、はい、皆さんの MVP, MVP を選んでいただいて、はい、はい、意見をいただければな、そうですね、いろんな皆さんの意見を参考にしながら、次回といい大会にしていこうと思いますので、はい、そうですね、アンケートのご協力の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、またツイキャスまだ販売してるんで、よかったら、そうですね、はい、ぜひ、はい、買っていただいて、買っていただいて、全試合見ていただければと思いますので、はい、あと DVD もあ、そうですね、DVD も一応まだ、はい、まだこれなく作ってるんで、よかったら、DVD もよろしくお願いします。と、はい、いう感じですかね。はい。はい、ということで、あ、次回は9月の何日でしたっけ、10週目ですね。ちょっと他の大会との兼ね合いも9月の8日ですね。9月8日、はい、今のところの8日になってます。9月の8日、そうですね、その前の週に新潟シュートがあって、そうです、ね、翌々週に後楽園ホール大会っていうことですね、はい、と毎週毎週みたいになっちゃうんですね。そうですね、まあ、時期がねやっぱこうかぶっちゃうんで、まあ、いろいろこうプロモーター同士でいる意見交換調整してるんですけど、なかなかとしても、はい、会場の都合です。あってのことなんで難しいです。そうです。まあ9月は前日入りできると思うんで、はい、今日より今回よりかは、まあ、余裕はちょっとあるかなと思います。はい、ということですね。はい。次回20回大会ですね。そうそう、大会記念すべき20回。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、振り返りでした。ありがとうございました。